ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回も藤代治さんの魂との対話ね。聞いたところによると今日の対話は、2023年の6月に亡くなられた振付師でダンサーの、夏間由美さんだっていうじゃないか。8月末にお別れ会が開かれていたんだが、みんなとても辛そうだったな。日本の芸能界の中でもトップを走った人たちに、ダンスや振り付けを指導された方ね。特に多感な時期のアイドルを指導するのは、とても大変だったんじゃないかしら？モーニング娘。や AKB48 たちもいたな。どんな話が聞けるのか興味津々だ。その前に一つお知らせがあるよ。2023年の秋頃に、YouTube サブチャンネルとニコニコ動画を配信する予定です。詳しいことはまだ決まっていないが、わかり次第報告したいと思ってるぞ。ゼロ意識の世界を楽しんでね。それでは夏間由美さんのことを簡単に解説していくわ。頼んだぜ。夏さんは1962年3月23日にお生まれになりました。幼い時からダンサーに憧れて18歳でイギリスに渡り、東京、ニューヨークでダンスを学ばれたのよ。よっぽどダンスがやりたかったんだな。その後役者やダンサーとして活躍されていましたが、吉本天然素材のダンス指導と、振り付けを担当したことが、転機の始まりだったと生前におっしゃっていたわ。ニューヨークのアポロシアターでソロダンサーとして出演されたり、紅白歌合戦やオリンピック等の晴れ舞台で、ステージングや振り付けを担当されたの。知名度が一気に上がっていったんだ。そしてモーニング娘。や AKB48 の振り付けを担当したことでも有名ね。精力的に活躍されているように見えていましたが、病に侵されていたことを誰にも告げず、2023年6月21日61歳という若さでお亡くなりになられてしまいました。結構 YouTube にも出られていて、お元気なイメージがあっただけに驚いたよ。ここからは、おさむさんにお話をお聞きすることにするぜ。こんにちは、今回もよろしくお願いしますね。おさむさん、夏さんはどんな感じの方だったの？夏さんは YouTube やテレビで見るような、あのままの人でした。性格がさっぱりとしていて今お話ししていても、これまで一生懸命に生きてきたということが、よく伝わる女性でしたね。そしてダンスがとにかく好きで、ダンスに情熱をかけ続けてきた人だと感じました。なんだか今から楽しみだな。これは第三者さんの体に、夏さんの魂を下ろして2023年9月2日に対話を行ったものになります。それでは始めていきましょう。夏さんですか？はい。今、どちらにいらっしゃいますか？いや、何もないところにいたと思います。何もない？はい。誰もいないということですか？周りにも？多分。気分的にはどんな感じでしたか？いえ、何も。無の境地というか、感情がない感じですか？そうですね、はい。ご自身が、もうこの世にいないことはご存知ですか？はい。そうですか。生前、あなたが振り付けのお仕事をされていたことを覚えていますか？ああ、はいはい。今、何もないところにいたということは、あなたは生きている時に、もうこの世に思いを残すことがないくらいにやりきったのでしょうか？ちょっとわからないですけど、多分そういうことじゃないでしょうか？なるほど。そしてあなたは、61歳という若さで他界されましたが、ご自分でもちょっと短いなと思われましたか？ああ、そうですね。でもいわゆる、おばあちゃん気がないってことですよね。そうですね。まあ、ちょっと寂しいかもしれない、けど、別に悪くないかなって思いますね。そうなんですね。ご病気になられて、7年間くらい闘病されていらっしゃったということですが、病気のことを、誰にも伝えなかったのはなぜですか？それが、私の病気が、他の人に何の関係がありますかね？はい。そうですね。私の病気のことをね、言ったとしても心配させるだけだし、それって仕事じゃないですよね？おう。はい。それは、ご自分のプライベートなことですからね。そうそうそう。ですが、あなたがいなくなった後にあなたと関係があった方たちが、病気のことを黙っていたことをどうしてなんだろう、と悲しんでいらっしゃいました。あなたのことを思って涙される方々を見て、僕もその理由を聞いてみたいと思ったんです。夏さんは、テレビの世界では裏方になるのかもしれませんが、芸能界に携わってる方の中には、病気を公にする方もいらっしゃいますよね。ああ、そうそう。今、言ったみたいに、私は表に出ることをメインにしている、状態じゃないから、それを世間に公表する理由ってないんですよ。はい。その、
私みたいな立場の人がそれをするっていうと、例えば今後の仕事に何か影響したりするとか、あとは、まあ、嫌な言い方だけど私、こんなに頑張ってますみたいな感じ？はい。私はそういうのないから、私の場合は言わなかった、言う必要ないと思ったし。おさむさんの言う通り、夏さんってきっぱりとされた方だな。はい。僕はあなたに直接お会いしたことはないのですが、たまにメディアでお見かけしていたので、そういう考えの方なのかな？と想像はしていました。余計なことは言わない、プロフェッショナルなんだろうなって。うんうん。この間の8月28日に、あなたにお世話になった方々が、夏さんのお別れ会をやっていらっしゃいました。そのことはご存知でしたか？うん、なんとなく。そのなんとなくっていうのは、どんな感じなんですか？なんかね、どこか遠くで、それらしきことをやってるんだろうな。っていうことが認識できたって感じ？例えば静かな山にいて、遠くの方から何かが聞こえてくるような？いや、ただ何もなく暗いところにいて、ずっと先にちっちゃい光があって、そこに人が集まって、何か自分に関することをやっているのがわかる感じ。なるほど。そこでは皆さんが一生懸命に、あなたに大変お世話になったと感謝の言葉を伝えていらっしゃいました。うんうん。話が変わりますが生前に、ダンスを広めるのが夢だっていうお話を、されていたことがありました。ご自分の感覚で言うと、どのくらいの達成感がありますか？そうですね。そのことに関して言うと、もう100に近いかな？ 100？ すごい。結構やりきった感じ？そうですね。ただ個人的なことで言うと、自分が見て楽しむ。っていうのはちょっと足らなかったかな？って思いますけど、昔は世間的にダンスっていうものに対して、偏見があった時期もあったけど、それが明るくて楽しくてすごく世界を広げられるものだよ。っていうのが伝わってきたと思います。今では小さい子とかも一生懸命やってくれるようになって、そういうことに関して言うと、やっぱり達成率は高いと思いますね。そうですね。単にダンスを広めるというだけではなくて、あなたが書かれた人はいつでも誰だってエースになれる。という本の中に書かれている、エースはエブリバディ。という言葉もすごく奥が深いと思うんです。はい。その言葉の意味は、人は誰もが輝くことができる、もっと輝ける場所を見つけて、魅力を発揮してほしいということでしたが、それは別にダンスの世界だけじゃなくて、いろんな分野の中で人が自分を持てる柱になるんじゃないかなって思うんですね。うんうん。夏さんの中では、どういう思いがあって発信されていましたか？そうですね。やっぱりうつうつとして、何もしないと何も変わらない。一歩踏み出すだけで、体をちょっと動かすだけで、心も体もどんどん変わっていくし、楽しくなっていくし。だから、それを広めたいっていうか、うん。はい。誰もが可能性があって、どんな人であっても権利がある。輝く権利があるというか、まあ、そういう意味で広めたかったというのはありますね。なるほど。他に人に指導する立場として、大切にしていたことはありますか？もうだいぶ忘れちゃったんですけど、やっぱり一緒にやるって感覚ですよね。一緒に作り上げるっていう感覚？その感覚って相手にも楽しんでほしいけど、自分も楽しむっていうか。そうですね。だから同じ熱量でやりたいなっていうのはありましたよね。私の方も真剣だし、相手にも真剣になってもらいたいってのはありましたね。はい。立場上は指導者ですけど、感覚的にはあまり上下関係は、持たないような感じがしたんですけど。そうですね。ただ仕事なんで、仕上げるためにはきちんと締めなきゃいけないから、ま、そういったことで言うと 100% 上下関係がなかったかというと、それはちょっとないと思います。でも私は、基本的にはダンスというものだけで言うと、上下関係がある方が逆に不思議というか。ああ、はい。尊敬とかそういうのがあったとしても、ダンスには上下はないと。でも、ま、指導者ってなると仕事なんでね。それはどうしてもね、上からってなりますけど。うん。生前の対談でも、厳しく指導してください。ってクライアントから依頼されているって言ってたわ。そうですね。ところで指導している中で、教えてすぐできる子とか、なかなかできない子がいますよね。僕も職種は違いますが指導する立場にあります。夏さんはどちらのタイプの子が、教えがいというか、自分のスイッチが入るとか、そういうのはありますか？いや、ないとも言い切れないけど。やっぱり覚えの早い子の方が、どんどんたくさんいろんなこと教えられるから、
楽しさの度合いが違うっていうか、方向性が違うというか。はい。覚えが早いと、もっともっと教えてあげられるよっていうのもあるし、逆に覚えが悪い子は、どうしていこうかなっていうのを一緒にやりながら考えたりできるけど、でも私の立場的に、ずっと一緒にっていうことができなかったから、どちらがっていうのはちょっとわからないかな。確かにそうですね。すると教えるにあたっては、どちらのタイプも先ほどもおっしゃっていたみたいに、同じ熱量でやってきたってことですか？そうですね。そこはあんまり変わんないかな？でも、例えば仕事とかになったら、ある程度切り捨てないといけない部分も、出てくるので、そうなったら覚えが悪い子をど真ん中に置くってことはちょっと難しいし、でもそれが決まってたら、叩き込むしかないから。はいはい。結局仕事によって、どっちがどうっていうことは言い切れないですね。なるほど、わかりました。あとですね、先ほどダンスを広める以外にも、芸術と娯楽のごったにダンス文化の確立が、私の夢ですっていうことも言われていました。うんうん。これってどんな感覚なのかな？って思ったんですが。ダンスっていうのは自己表現だし、いわゆる芸術も自己表現だったりするし、音楽もそうだし、メイク、ファッション、もっといろいろあると思うんですけど、これは〇〇です、あれは〇〇です、って決まったものだけじゃなくて、いろんなものを共存させてみんなで楽しむみたいな、そんなものを思い描いてはいましたね。なるほど。それを聞くと、エースはエブリバディ、っていう言葉に通じる気がしますね。ああ、そうですね。まあね、例えば踊れない子は、何かを変えたりしてもいいし、逆に自分は絵は苦手だけど踊ることはできるとか、人には何かできることが必ずあるはずなんで、だからそういったものをみんなで楽しみたいなっていう思いがありました。それってみんなそれぞれの個性があるから、自分なりの表現方法で個性を輝かせてほしいってことなんでしょうか？はい。とにかく私はダンスが好きっていうのもあったし、自分のダンスっていうものを通して素晴らしいものだというのを、知ってほしいっていうのが根底にあるので、そこから広がっていく先が、芸術の多種多様な世界だったりということに、繋がっていくんですね。はい。なるほど。それから他の言葉で、成長こそ一生の財産。っていうこともおっしゃっていますが、ご自身もずっと成長し続けてこられたのでしょうか？結局、人間ってそういう生き物だと思っているし、成長したいなっていう気持ちがなかったら、そこでストップしちゃうかなっていうのはありますね。確かにそうですね。夏さんは今年の3月に本を出版されているんですけど、これは自分の残りの時間を意識されてのものなんでしょうか？そうですね。まあ、その本を出したことに関して言うと、そうかな。この人生の中でいろいろと想像されてきたものを、誰かに継承してもらいたいという思いもあるんですか？形に残したいっていうのがあったのと、あとは機会があれば、私ってこういう人間だったよっていうのを知ってもらったり、私は、いわゆる、私が見て楽しむ時間、これから先の時間、っていうものがなくなっちゃったから、だから本を読んで、あの時こうだったなっていうのを、共に歩いた戦友に共有してもらえたらなっていう気持ちもありましたね。戦友、一緒に作品作りをされた方々に。そうですね。はいはい。例えばモーニング娘さんとか、AKB48 さんもそうですけど、そういった方々に夏さんと、努力して形にしてきたものを共有したい、っていう思いが強かったってことですか？まあ、私はいなくなってしまうわけだから、それを形にしたいってのもありましたけど、本を残すことで、まあ、共有できたらなっていう思いもありましたね。僕は夏さんのお別れ会をニュースで拝見したんですけど、あなたの思いはすごく伝わってるんじゃないかなと思います。はい。なので、指導されてきた人たちの中には、夏さんと同じ思いで同じことを、継承していく人が出てくるんじゃないかなってちょっと思いました。うん、私が言えるとしたら、やっぱりいろんなことに情熱を持ってほしいんですよ。はい。今、なんていうのかな？ちょっと寂しいなって思うのは、省エネ時代っていうか、いかに楽に、いかに効率よく、それでいて結果も出したいという感じ。まあ結果が出れば一番いいけれど、やっぱりプロセスに情熱を、もっと持ってもらいたいなって思うんですよ。はい。それが練習だったりお互いに語り合って、こうしていこうとか、ああしていこうっていうぶつかり合いだったり、それが作品をすごくいいものにするし、そういうのが足りないというか、私はすごく少なくなった気がして、システム化っていうか、
そういう気がちょっとしちゃって。はい。それが時代なのかもしれないけど、システム化されたものよりも、もっと情熱を出してほしい。だけど私から見ると情熱と効率化の、どちらとも重点が置かれている気がして、情熱とか気持ちとか自分の思いってものをもっともっと出してほしいし、もっともっと大事にしてほしいなって。はい。気持ちが熱い。そういうことが、私がこういうこと言うのはあれだけど、今後の日本が元気になっていくのに、すごく大切なんじゃないかなって思いますね。はい。僕も本当にそれは思います。僕にはまだもう少し時間がありそうなので、自分の立場で周りの人たちに夏さんが言う情熱を伝えていきたいと思います。はい。今日はいろいろとお話を聞かせてもらって、僕も指導者としてすごく勉強になりました。あなたの本もまたちゃんと読ませていただいて、夏さんの考え方とか生き方とか、そういったことを参考にさせてもらいます。あ、はい。あのこれからなんですが、夏さんが元いた場所に戻る形でいいですか？なんか私は、これで終わりって思ってたから、どこかに行けるとか思ってなかったけど、どこか行きたいところがありますか？そうだなぁ、なんか宇宙とか行ってみたいかな。宇宙？あ、それはなぜですか？同じくらいところでもなんかこう、自由な感じがする。まあ、そうですね。うん。ちょっとふわーっとなってみたいかな。宇宙の空間を自由に飛び回っている感じ？うん。そんな感じ、いいかなーって思って、何もないところにピタッとしてるのも悪くないけど、でもなんかふわーっとする感覚、そんなのをちょっと味わいたいなって思いました。なるほど。わかりました。では、こんな感じのところに行きたいって、思い描いててくださいね。僕がそこに送りますから。はい。じゃあ、あなたを宇宙に送ります。今日はどうもありがとうございました。はい。夏さん、ありがとうございました。夏さんとの対話はこんな感じで終わりました。宇宙に行きたいだなんて、なんか夏さんにぴったりだわ。でも夏さんはお別れ会のことを、なんとなく分かった程度の感覚だったんだな。生きている人たちにはそれは寂しいことかもしれませんが、決して冷たいわけじゃないんですね。これは、この世をやりきって、これで終わりと思っている人特有の感覚です。現世に未練を残している人だったら、その場にいつまでも留まってしまうこともありますが、夏さんは情熱を燃やして生き切ったので残る理由がないんですね。共に頑張った仲間には書籍という形で残していったわけですから、もう思い残すことはないのでしょう。思いを込めて一生懸命に本を書いたのね。そう思ったら、未練を残さないというのは幸せなんだわ。きっと今頃は宇宙を見て楽しんでいるよ。今度生まれ変わったら、宇宙飛行士になりたいっていうかもしれないぞ。ふふ。そして藤代治さんから、最後に特別なお知らせがあるのよ。お、待っていたぜ。ゼロ意識研究所では今現在、3つの特典を盛り込んだ公式 LINE を用意しております。専用のページからメールアドレスを登録していただくと、LINE 登録ができますのでゼロ意識の能力習得講座を無料で受け取り、ぜひとも活用してみてください。ヒーリングやリーディングができるようになりたい。魂との対話に興味がある、スピリチュアルに少しでも興味がある、という方にはおすすめだ。それにゼロ意識の能力習得講座以外にも特典が充実しているわ。マジ？特典がついているなんて、めちゃくちゃ楽しみだぜ。かなり時間をかけて作成したものになりますので、ぜひとも受け取ってみてください。こちらの YouTube の概要欄に専用のページの R を貼っておりますので、メールアドレスをご登録していただくと LINE から無料でお受け取りできます。また、ゼロ意識研究所のホームページから個人の相談も受け付けています。ゼロ意識ヒーリングを受けてみたい方はゼロ意識研究所ホームページから問い合わせしてください。うわぁ、ちょっと、あとの2つも気になるし、個人の相談も受けてくれるというのはありがたいわ。早速、LINE 登録して、ゼロ意識の能力を手に入れるぜ。それとおさむさん、今日はありがとうございました。また、いろんなお話聞かせてくださいね。楽しみにしています。公式 LINE 覗いてみてね。